こんにちは、ランボルギーニ太郎です。わらやらしやじー。はい、ということで、まあ僕ちっちゃい頃からホラー大好きで、もう幼稚園の時から着信ありだったり、呪怨だったり、本コアだったり、いろんなホラー見てきましたけども、やっぱちっちゃい頃は全部怖かったんですよ。年を重ねていくごとに、怖くねえもんは怖くねえってなるじゃないですか。なんやこれみたいな、それはおもろいやんみたいな、あるじゃないですか。それの究極体が僕、心霊写真だと思ってるんですよ。もちろん怖い写真もありますよ。本当にゾクッとする写真もあるんですけど、心霊写真ってほぼ偽物やん。今の僕なら心霊写真でも笑ってはいけない、できると思うんですよ。心霊写真で怖がる時代は終わりました。これからは心霊写真で笑える時代です。ということで、早速やっていきたいと思います。まず3、2、1、YO! サンディエゴ OK! さあさあ、うさんくさい入りをしたけど、本当に笑えるのかな。ちょっと不安になってきたよ。心霊写真の何が怖いって、目に黒線のモザイク入ってるのが一番怖いと思うんですよ。あれ不気味じゃないですか。今回見る動画はこちら、恐怖ゾッとする本当にあった心霊写真。嘘こけい知っとんねん。本当は嘘なんよ。舐めやがってよ。何が心霊写真や。ハメ撮りを見せろ。この写真を見ていただきたい。カラオケボックスで楽しそうにピースサインを向ける女性2人。だが、この部屋には撮影者とこの2人以外にももう1人女性がいる。中央のモニター、黒い部分にうっすらと見えるのがわかるだろうか。だが、これは取り立てて害のない例である。害のない例やったし、本当だ、よう見たら女の人おるわ。ちょっと雑すぎるってばよ。雑だっていくらなんでも。お兄さん、これ雑すぎませんかい。これわかりますかね、皆さん。ちゃんと女の人の顔がね、貼られてるんですよ。映ってるんじゃないんです、貼られてるんです。これひどいね。舐めやがって。ホラ画像選手権だろ、心霊写真中のは。これは投稿者が高校2年生の時、林間学校に行った時に撮られたものです。もうおもろいやん。どう考えてもおもろいだろ、これは。なんだや、小室圭みたいな顔しやがってよ。このクソコラさえなければいい写真だよ。ほら、この平成感漂う。高2、仲良し、4人。ちょっと待って、4人じゃないじゃん。1、2、3、4、5、6人いるんだけど、2人仲良しじゃないやつが多い。え、そっちの方が怖いんだけど。え、なんで仲良し6人って書けばいいやん。なんで4人って書いた。左から2番目の女性に何者かの顔が浮かんでいる。また彼女のピースサイン。ほんまや、指クソ長えわ。指長っ。右かと思ったわ。海水浴に行った時に撮られた写真、写真の右下、海水の中から少女を見つめている。おそらくは海の事故で亡くなった少年の霊であるが。全然見えないんだけど、海の中から少女を見る少年の霊はちょっと危ないんじゃない。少女が想像以上に少女だったし。あかんて、小学校 1,2 年生くらいの子やろ。見るんだったらなんかもうちょいね、 JK ギャルとか大学生ギャルとか、そういうの見た方がいいよ。これ89年や、すげえ。平成元年。新郎新婦と式に列席した方々の集合写真。画面奥には島があり、そこから白い霧状の物体が漂ってきている。島には鳥居や灯籠らしきものが見え、何らかの霊が祀られているのだろう。何らかの霊が祀られているのだろうって、なめんな。なんやこれ。確かになんか後ろちょっと紫っぽくなってますけど、これで心霊写真かい。やっぱちょっとこういう集合写真系は不気味に思えちゃいますよね。投稿者はこの写真を見た後に疾病で倒れたと述べているが、この霊によるものではないだろう。違うんかい。その霊であれ、それはその霊であれよ。違うんやったらただの病気や。彼らはさほど強くなく、気にしすぎることはない。こういった霊の映り込みを避けたい時には、教会やホテルではなく、神社などで結婚式を行った方が確実である。え、最後2チャンネル開いた。わーいーって聞こえたんやけど。え、最後2チャンネル開いたよね、絶対。最後なんかナレーションが雑学みたいな入れた後に、わーいーで結婚式を行った方が確実である。わーいー2チャンネル掘る。何しよんねん、この心霊写真。よくないわ。バイオリンやと。
え、今ワイオリンって言った。ワイオリンって聞こえたんやけど。え、気にしすぎ。ちょっともう2チャンネルに侵食されとるわ。あー、気をつけた方がいいね。バイオリンやトランペットを手にした子供たち、投稿者が子供の頃に参加したコンサートでの写真であるという、画面中央座っている女性にご注目をいただきたい。その左膝に現れた霊がお分かりだろうか。これは高色な霊が起こした現象である。この女性のことを気に入ったのかもしれない。気に入られた方はたまマジでよくわからんけど、ちょっと女性の足と足の間の筋がもう完全にそれや。満筋の霊取り付いとるて。あかんで、これ大丈夫ですか。え、満筋や、満筋ですや。でも満筋っていうかもう満個や。ちょっとマジ怖いんでモザイクかけておきますね。気になる方は後で自分で確かめてください。自転車に乗って遊ぶ男の子の奥をご覧いただきたい。ポツンと置かれた一台の三輪車、そこに現れた異形のものの姿をご確認いただけるだろうか。どういうこと。え、この子自体がお化けってこと、それとも三輪車が本体。その手はしっかりと三輪車のハンドルを握っている。投稿者によると、この三輪車が誰のものであるかわからないのだという。撮影時には確かに見知らぬ三輪車があった。だがしばらくして気がつくと不思議と見当たらなくなっていたのだという。投稿者がピアノを弾いているところをそばにいた投稿者の妹が撮影した写真である。画面左上、ピアノの蓋の部分にご注目いただきたい。おばはんが映ってらっしゃいますけども、おばはんが弾いてたんちゃうっけ。おばはんがピアノ弾いてたんやろ。 3,2,1, YO! 股関節 OK! ということで、人類写真でした。まあ正直おもろかったですよね。怖くはなかったですよね。まあ僕レベルに行くと心霊写真でも笑ってはいけないができるってわけですよ。ということで、皆さんも面白い心霊写真あったら教えてください。この動画が良ければ高評価チャンネル登録です。それでは、人類写真でした。次の AKB 神7はこいつらだ。全日本ハスキーボイス選手権ナンバーワン、ヤブサカではない、白星の銀歯の異名を持つ女、ステラテラユーコ。社会的に排除したい、黒死病厳禁、黄昏のアバズレ、ホッチキス安岡、和式便所、セコムしてますか、テラカドジモン、社会の時間間違えて読んだ、中富の塊、自称螺旋丸打てます、坂口安里の汚い尻。彼女たちがアイドルの歴史を根本から塗り替えていった話は、また別の機会に。